リトルアンバサダーは2009年から毎月中日大使館や大使公邸などを会場にして行われている多様性イコールダイバーシティを体感できる開発教育国際理解のプログラム。ミートザワールドを合言葉にリトルアンバサダーパスポートを持って未知の国を冒険したくさんの国とのアクティビティを楽しみ自然と多様性をリスペクトすることを目指す。 プログラム名の通り、子どもたちはその国のリトルアンバサダーとなり、親善大使としてのミッションを通じて、国際感覚を身につけることができる。子どもたちは主に、大使や大使夫人、中日大使館のシェフや外交官と、料理や音楽、スポーツを中心に国の文化を体験する。料理や音楽という国の文化の影響を深く受けているものを、国を代表する人との出会いを通して、 学ぶのが特徴。リトルアンバサダーの活動を継続的に支援する環境を作るために、クラブ組織ができている。クラブ組織では、お互いを認め合うリコグニションの環境が用意され、具体的に行動を起こした子どもを評価する仕組みがある。ありがとうございます。